ちょっと待って。こんばんは、AKB48 チームエイト富山県代表のハルピョンこと橋本彩です。ということで、無事お渡し会が終了しまして、配信を始めました。ありがとうございます。こんばんは。そしてこの合間に、マジ髪の毛バッサバサだったのは本当申し訳ない。そしてこの合間にですね、5月2日の B 公演に出演することが決まりまして、はい、ゴールデンウィークも忙しくて嬉しいですそうですね、1日も別のあれがあって、別のお仕事があって、そう、1日休みが良かったんですけどまあいいやって感じ。うん、そうで、2日も公演があって、3日が今んとこ休みの、4日がウェルシアさんのやつで、からの6、7がお話し会、リアルお話し会ということで、ゴールデンウィーク結構ちゃんと予定が詰まっております。万歳、嬉しい。働きましょうみんなで。今はすっぴんです。あの、マツパに行ってきたので、そう、眉毛だけ残ってるけどすっぴんになりました。そう、まつげパーマに行ってきて、みんな見て見て、まつげ上がってるでしょ。どう、そう、まつげパーマに行ってきたので、ちょっとここら辺のキラキラが残ってるのは申し訳ないんですけど、お話し会ありがとう、ギリギリ間に合って、待って、いた、うちは目立ってた、嬉しかった。黄色とピンクのうちはだよね、めっちゃ可愛かった、ありがとう。なんかピョンズって、てかハルピョンのファンって可愛い子と、なんか可愛い子めっちゃ多いけど、男性のファンの方なんであんなにみんなびしょびしょなのってコミさんに聞かれましたハルピョンのファンの人ってなんであんなにびしょびしょなのみんなって聞かれてそうそう、多分みんな走ってきたりとか、傘とか持ってこなかったですとりとか、もう本当とにかく走ってきた人が多かったんだと思うんですけど、そうあと短い距離だから傘ささないとかあったのかもしれないけど、めっちゃみんななんかびしょびしょだったらしいそうです、コミさんに言われて、ね、わかんないですって言っときましたそう、でもなんか改めてなんかピョンズとなんかいっぱい喋れて楽しかった。すごい、なんて言うんだろう、なんか元気だなって思いました。元気出るなって、うん、そう、仕事サボったの嫁にバレて反省中でも楽しくサボったからよくない？別になんかこれが
本当良くないサボりとか、パチンコに行ってましたとか、まあ、パチンコが悪いわけではないですけど、でもそんなさ、パチンコはさいつでも行けるじゃん、仕事サボんなくても行けるじゃん。でも今日のはさ、仕事サボんないといけない人も多かったじゃないですか。って考えたら今日のはサボってもいいサボりです。ね、マジ前髪終わってる。大丈夫。私からありがとうございます。ありがとう。こちらこそ。サボりではない、有給休暇を使っただけだ。それは最高。まつげ上がってる、いい感じ。カレンちゃんにもユニフォームバレしてましたお渡し会ありがとうございました。ありがとう。アシュラさん、金色だるま、ありがとう。低気圧で頭痛とかないですか。だってなんか一生頭痛すぎて、もうなんか多分なんかちょっとの頭痛じゃどうでもよくなりましたはい、ちょっとの頭痛じゃなんか痛いよって思わなくなりました。もうどうでもいいもう頭痛だなぐらいの気持ち。時間的にもっと CD 売ってもよかった。え、そうですよね。なんかうちら舐められてるうちら舐められてますよね。完全にこんだけしか売れない人たちだって思われたんだと思う、うん、もっと売れるよアーターさん、ハートありがとうございます。ループ早すぎて話す内容考える暇なかった。え、なんかさ、もっとみんな喋れる時間あるのにさ、なんかみんなどんどんさ、そうなんかどんどん行っちゃって、なんか長い人は長かったんですよ。でそれなんでかっていうと、その早い人がみんなかなんか勝手に進んじゃうからそう、もっと喋れるよって思いながら、そう、あの本当もっと喋れるのにみんななんかどん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 先に行っちゃうから、ですぐループ来るしみたいな、もうなんか意味がわからないぐらい早かった本当に誰からもらえるかわからないって聞いてたから、ハルピョンから CD 受け取れて嬉しかったです。なんかその一人だけが渡せますみたいな言われて、なんかえどうしようって思って、そのなんかコミさんはなんか、あ、2人どうぞどっちかって私とカレンに言ってくれて、カレンとえどうするってなって、でも私的には、私本当人のファンの人となんか喋れないんですよ。そう喋れなくて、なんかありがとうとかしか言えないから、あのなんかカレンと話して、え全然ハルピョン渡していいよって言われたから、え渡したいって言って渡しましたそう、コミさんが譲ってくださったおかげで、コミさんが2人どっちかいいよって言ってくださったおかげで、そう、うん、私とカレンで話し合って、私は喋れないからさありがとうしか言えないから、他のファンの人には、だからもうありがとうって渡してありがとうってしか言ってなかった、
でもピョンズもなんか私ハルピョンから欲しいですみたいな言ってたから、あいいやと思って、別に私うんと思ってよかったって思いました。皆さんプラスチックのフィルムは捨てれませんね。ハルピョンの指紋がついているのでプラスチックのフィルムは捨てられませんね。開封できないね、みんなジップロックに入れて保管だ。今日買った CD は全部あ、開封できないね、開けれませんね。どんまい、死亡採取、指紋採取しないでくださいやばい、あくびしちゃった。まつげ今2時間3時間濡らしちゃダメなんです、私マツパ行ったばっかだから、うん、なんかね集合場所がめっちゃなんか分かんなくて難しかったんですよ。そうなんか全然分かんなくって、意味わからん場所すぎてマネージャーさんに、その私とカレンが途中でね、あの集合場所のちょっと手前で合流して、でなんかえどこだろうねってなってマネージャーさんに連絡したら、なんかあ難しいですよねみたいになってそしたらなんか全然どこかわかんなくて、なんかどこにいますかって聞いたらあーやっぱこの場所難しいですよね、ダメかって言われましためっちゃおもろかったダメだったらしい、うちらうんダメだったっぽいそうでなんか結局集合なんか途中でそのスタッフさんたち見つけて、スタッフさんとコミさん、もうコミさんついてらして、だなんか1分後ぐらいとかにちょっと遅れていっちゃったんですよね。だからなんかコミさんあの元気なさそうだったから、朝っていうか会った時、そうあ怒らしちゃったかなと思ってたら、全然あの全然あれだったから、そうファンの皆さんとなんかめっちゃ楽しそうに喋ってらして、終わった後も一緒に写真撮っていただいたりとかできたから、あよかったと思って、怒ってないと思ってめっちゃホッとしたっていう。そうでもスタッフさんにやっぱダメかって言われたのがめっちゃおもろかったっていう話なんかあ吉田と一緒にいるんですけど、あ吉田さんも一緒ですか、なんかここのこういうところなんですけどわからないですかねって言われて、いやなんかここら辺まで行っちゃったんですけど、それは行き過ぎましたかね私たちって聞いたら、あーちょっとそれは行き過ぎかもしれないですね、やっぱ難しいですよね、ダメかって言われちゃった。そうダメだったらしい私たち、悲しい現実をそうそうそう、でなんかそれでなんかそのどこら辺におられますかみたいな聞いたんですよ。そうそのマネージャーさんに、なんかマネージャーさんの目から何見えますかみたいな、どこら辺におられますかって聞いたら、なんか多分電波が悪くて切れちゃってそうだからダメかって言われて、どこにいるか聞いたら電話切れるっていう謎のなんかちょっと悲しくなっちゃったけどおもろかった、うん、めっちゃおもろかったっていう話でした、
全然池袋行かないので、なんかどんなお店とかあるんだろうっていうのを見たかったけど、でももうすぐなんかちょっと別の駅で解散になって、そうだから池袋は全然堪能というか、池袋を知れなかったです。全然エソラ池袋なかなか行かないところだから、もうちょっと散策したかったけど、でもやっぱファンの方はいるっていうのがあって、そう別の駅で解散になったから池袋わかんなかった。ピョンズでループってのが楽しい、それなマジ楽しかった。私もピョンズでループ楽しかったです。今日のワンピめっちゃ可愛かったです。 CD 受け取り前も思考の時間、いや受け取ってくれなかったからおもろかったな。受け取ってもらっていいですかって言ったな初めてお花私が行きました、丁寧に渡してくれたね、ありがとう。全然普通に入ってあげただけです。今日のループ楽しかった、よかった。コミさんにももちゃんに似てるって言われたけど、人見知りすぎて逃げましたなんか褒められてるって思って、なんかももちゃんに似てるってことは遠回しに好きって言ってるみたいなもんじゃないですか。なんかちょっとはぁと思いました。ピョンズだしと思ってピョンズだしって気持ちになりました。もっとループすればと思うとこの気持ちが懐かしかった。お話し会ぜひなんで来たのって言われたの。だって来ないって聞いてたから、なんか昼の配信の時になんか別のピョンズ女子がなんか今日は一緒に今一緒にいますみたいなまずコメント来てて、いやなわけないよねと思って、そうあなんか昼休憩かなんかで途中でなんかとりあえず券だけゲットして、なんか途中でまあ授業もし早く終わったら来たりすんのかなって思ったんですね、その昼のコメント見た時は。でそうなのかなと思って、まあなんかもしもそうじゃもしも無理だったらさみたいな、いやでもそうやって来てくれるの嬉しいなと思って、もうそしたらなんか大学サボえみたいなえ大丈夫そう、私は何も責任取らないよ。いや来てくれたのはめっちゃ嬉しい、マジありがとうって気持ち、ほんまにありがとうって気持ちだけど、わしは責任取らんぞ本当来てくれたのはマジで嬉しかった。最初のお話からいっぺんに出すつもりだったけどループの楽しさを知ってしまいましたいやどっちでもいいですよ、全然私的にはどっちでもいいけど、歩くの大変じゃない？大丈夫そう？歩くの大変じゃないならいっぱい歩いてください。ハルピョンのボード作ったからライブの時持っていきます。嬉しい、ありがとう、待ってる。なんかすごい顔しちゃった。なんかね、今日あったそのなんて控え室にあったやつ飲み物がレモンティー、オレンジティー、レモンティー、アールグレイティー、ルイボスティーとこのなんか体ダブルリフレッシュ茶みたいな、レモン香る緑茶しかなくて、なんか全部なんか私ティー苦手なんですよ、だから全部ちょっとあれみたいな、やばいみたいな、ちょっと無理と思ってでもなんかこれが一番気になって、そう絶対喉乾くと思って、これが一番気になったんです。
精神的、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する、一番気になると思ってこれにしたけど、ちょっとやっぱ T だなT ですね。ちょっと全然飲めないそう、ギャバが入ってるらしい。機能性関与成分ギャバ、無糖、普通の体めぐり茶でいい苦手。でもそれなんかルイボスティーとかなんかそこら辺のティーは絶対飲めないしと思って、しょうがない、これしか飲めなかった。でもこれもちょっとティーすぎる、だから今日飲める飲み物はなかったってことで、ありがとう。こんばんは。なんか今インスタに写真をあげようとしてたの。途中で断念しちゃったけど。こんばんは。ふわふわの靴下かわいい。嬉しい嬉しい、顔も見てほしいけど嬉しい。何がある、靴と靴下もなんかいい感じにしたよ。5月2日の劇場公演、ここは君の舞台ですやばいですよね。1日も仕事あって、なんか1日の仕事もそんななんか早めじゃなくて夜遅めまでちょっとお仕事があって、だから3日にならないと休めない。マジ筋肉痛だよね絶対2日。あれ、この写真じゃないかも。めっちゃ踊れるか不安、2日。やっぱ絶対痩せたと思います。今日体重測ったら全然変わってませんでした。体重無理、悲しい体重変わってなかった。でも見た目体重減ってるの嬉しいですね。それは嬉しいこと。メンバー出ました、2日。なんか5月はってかこれから先ずっとなんですけど、公演いっぱい出たい。でも特に5月はなんかそれこそ8の公演がてか8の活動自体がやっぱ減っちゃうじゃないですか。ってなったら
B でしか活動できなくなっちゃうから。え、見ました、ナナさんの体重やばいと思った。でも人間あの体重でもあのパフォーマンスできるんやって思った。うん、そう、よし、ちょっとしずくのやちのインスタ投稿した。うん、まあ、私の体重言ってないけど、なんか私より痩せてるってやばくないって来てるんですけど私の体重知らないのに何を言っているんだろうこの人は。下一桁は何？天何のところってことですよね。え、でも私本当日による、まあみんなそうか。私は今日は天2でした。ほにゃ天2キロほにゃ天2キロでした。はいそこ知ったところで、今日並んでる時にトンズとあるピョンズ女子フルーツちゃんと、女子フルーツちゃん、しずく公園ロスの話をしてました。フルーツちゃん、あー、分かった、そういうことかフルーツちゃんってなんだろうと思った。フルーツですね、確かに。びっくりフルーツみたいな感じ。疑問系フルーツみたいな。お話し会当たらない。当たるよ絶対。今売ってるけど当たる絶対。大丈夫、そんな人気じゃない。あ、そんな人気じゃないはちょっとあれだけど。まだ売り切れてないから大丈夫。ハンピョンのお話し会まだ待ってるよ。当たるから。絶対。でもね、7月9日の3部もう売り切れになったらしい。ありがとう、みんなありがとう、嬉しかった。残りわずかだったからね、もうってなった時に、次わずかまでもう少しみたいなやつは、わずかまでもう少しって何って感じなんだけど、わずかまでもう少しってやつは、次が5月27、28がラストなんですよね、確か。もう売るのが今回で。ってなったら5月28のオンライン3部、間違えた、オンライン7部ですね。こちら、いや、なんか完売は4つ目じゃないですよ。はい、5つ目のはず。多分買ってる
に、ん5月7日買ってくれた人たちから落選出ましたっていうのを聞いたので、多分5月7日も売り切れてるから、完売出てるから、そう買ってくれた方々が落選したって教えてくれたから、多分それは事実だと思うので。5つ目です。7月9日のやつで、5月7の2部、5月27の7部、5月27の9部、5月28の9部、7月9日の3部、5つ。ありがとう。だから次は多分サインが人気なんですよね。だから5月28の7部。これが最おすすめ。めっちゃおすすめ。です。前回もそこがおすすめだったけど、そこだけでいいですか？なんか今んとこなんかもう間もなくみたいな。あると思うんですけど、それが7部と8部なんですよ、その日の。その日の7部と8部。と、あと7月8日の3部なんですね。オンライン。だからそこ3つかなって感じだけど、でも5月27、28、多分どっちの方が、なんか、売り切れになるかって考えたときに、28の7部と8部どっちかなって、てか サインと写真どっちかなって考えた時に、多分サインの方が枚数出そうだからそうだからサインの方かなと思ってこっちです。5月28の7部、そして、7月8日の3部も多分サイン会だと思うんですけど、そこ2つかな、はい、おすすめちゃん。お、今日ホークス勝ちそうな感じかな。嬉しい。3-2。ライブ配信中じゃん。やば、見るしか。10% なので一度落ちます。あ、やばい。昨日 10% の人もいたし、なんか私のピョンズみんな充電ない。ね、なんで？8のさ持ち銃買ってないの？みんな8と来
キティちゃんのあれマジおすすめ、本当におすすめもう売るの終わった後におすすめするの遅いかもしれないけど、めっちゃおすすめです。あれ今日は8時ぐらいまで配信、あと1時間くらいかな。なんかあれなんですよね、明日早そうな感じだから早めに寝ようと思っているよ。明日早そうだったよね。まだ集合時間来てないけど、今日マジ寒むむむむですよね。てかその控え室のところでなんかツイッター触ってたんですね。でなんかめっちゃ面白いツイート見つけて吉田カレンにね、見てって思って、やばないこのツイートって思って見せたら、全く隣で同じツイート見てて、それが何のツイートかっていうと、なんかハッツがなんか新幹線がなんちゃらかんちゃらでどうちゃらこちゃらで、携帯がなんちゃらかんちゃらで、お姉さんになんちゃらかんちゃらしてもらって無事皆さんの元にたどり着けそうですみたいなツイートなんですけど、もうなんか何言ってる、何結局どうだったんみたいな結局なんなんみたいな、よく分かんなかったけど、そうだから3回ぐらい読み直してたお互いもうぜひハッツのツイート見てください。ちょっと私からは何も言えない、ちょっとよく分かんなかった、結果どうだったのみたいな。結果はとりあえずお姉さんが優しくて会場には間に合ったって話だと思うんですけど、取れ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 、誰か取れ、よし近藤さん。そう、とりあえずハッツのツイートをあの隣で吉田カレンと一緒のタイミングで見てたってことが私的にはおもろくて、そう、うん、そんだけです、すいません、一人で楽しんでました。一人でというか二人で、カレンにね、これハッツって言ったら、え、私も見てるって言われて、そうです、楽しかったなって、終わり、そんだけ、ごめん、マジむずい喋るの喋るのむずい。でも今日ほんとピョンズがいっぱいループしてくれて、なんかさ、みんなやっぱさ一人レーンがいいなと思った。なんかもっと喋りたいけど3人で、まあ、剥がされる時間が決まってるじゃん、時間っていうか剥がされなきゃいけないじゃないですか。そうだからあそこに入れるの、1対3でおしゃべりできるのが決まってる時間があるよっていう感じだったんですね。そうってなるとやっぱ私一人で喋ってたら他の2人が置いてけぼりになっちゃったりとか、逆もそれもあったんですけどね、そのと他のメンバーさんとお話ししてるから私ともう1人置いてけぼりみたいな瞬間もあったんだけど、なんかそれがすごい心苦しくて、なんかだってさ会話に置いてかれてるって一番すごい辛いじゃないですか。それがさなんか怒っちゃってるってことはさ、近藤さん撮ってまた同じシーン、めっちゃおもろい、さっきと同じシーン再放送みたいな感じになってる。そうだからなんかそれがすごい、なんて言うんだろう、すごい嫌だから、私はやっぱりってか他のメンバーとなんかみんなが喋ってるの見るのも嫌だし、そう楽しそうなのもなんか、あ、そうやってなんか釣られようとするんだって思うのもいるのも嫌だから、やっぱ1対1がいいなって、やっぱお話し会が
好きだなって、まあ、もちろん今回のこれもめっちゃ楽しかったし、その CD 発売日にこれまで AKB だったけどなんか何もできなかったっていうのがあったから、なんかそのもどかしさとかが今日ようやく解消されたなっていう気持ちではすごいあったんですけど、そう、でもやっぱなんかそれはそれで今日の形は今日の形で、それはそれでもどかしくなっちゃって、なんか難しいなって思いました。でもみんなと喋れたこととかはすごい楽しいなって思ったから、やっぱ改めてお話し会がすごく楽しみになったし、なんかみんなもお話し会の前にこうやって予行練習できてよかったよとか、なんかお話し会の練習できたみたいな人が何人かいてくれて、なんか同じ気持ちなんだなみんなもっていうのが楽しかったです、はい、うん、それはそれですごく楽しかった、ありがとう。それにしても2日前にイベント告知をビビったそうですよね、びっくり、私たちもメンバーもビビった、うん、オフだと思ってたからさ、そうだから3日間オフだと思ってたんですよね。でもそしたら急に入ったから、おおマジかって思って、でもまあ大丈夫そう、うん、やばい、明日なんか1週間ぶりぐらいに明日ハルコン29日のリハなんですよ、結構久しぶりだからやばいかもしれない、踊れないかも、頑張って思い出すね。でもハルコンはもう5回ぐらい通し、それを持ったか 3、4回通しをしてるのでいけそう、オフの予定はなかったの、いやなんか あったって言ったらあれなんですけど、なんかまあ入れてもいいかなみたいな予定はあったんですね。そうでももうなんか無理と思って、ごめん充電器回すの忘れてた。そうせっかくのなんかオフだから、なんかずっと本当もうここ2週間3週間ぐらい働き詰め、レッスンレッスンレッスン、もう朝から夜までレッスンみたいなのとかが多かったから、もう3日オフはもうさ休もうと思ってそうもう何もしないでおこうと思って、もうむしろ予定を入れなかったですね。でもそしたら ありがたいことにこう今日入ったじゃないですか、だからそのなんか私本当外に出る予定を作らない日って超大事にしてて、だからもうこの3日間本当外に出ないぞって決めてたんです、心の中で。でも今日そのこの26この私会があったおかげで松葉に行けました。そういっぺんに行きたいタイプだから、もうなんか外に出る回数を増やしたくないからそうだから本当だったら松葉行ってなかったかもしれない、このコンサートまでの間に。だからこの私会のおかげで松葉に行けたからよかった。松葉は全然予定外でした。でも26にお私会が入るって決まって、なんかどうしようかなって悩んで、昨日予約した、昨日の夜配信の前とかに予約した。外に出た時に用事を全て終わらせたいのすごい共感できる、え、ですよね、マジでそうなんですよね、私ほんと。でも別に外が嫌いなわけでもないんですよ、なんかインドアなわけでもなくって全然アウトドアにもなれちゃうっていうのは自分の中であって、そうだから全然なんて言うんだろうな、インドアなわけではないんだけど、でもなんか何もしない日、一日中何にも触れない日っていうのを大事にしてて、私は、まあ、いつも配信毎日配信してるので何にも触れない日は作れないんですけどまあでも配信は配信で私の楽しみの一つだから全然よくて、そうただやっぱどうしても疲れちゃうから
休める時に休みたいっていう気持ちはすごくあって、そう、マツパは流行ってる、うん、わかんないけど、私はなんか元々の地まつげがめっちゃ長いタイプ、ありがたいことにパパとママありがとうって感じなんですけど、そう、地まつげがめっちゃ長いから、なんかあれなんですよ、ビューラーだけじゃやっぱどうしてもずっと上がってるっていうのが厳しくって、そう、それでやっぱマツパをすることで全然変わりますね、はい、もうキープ力とかも全然違ったりとかするし、だからまつげ長い人はおすすめ、マツパ、うん、でも明日はハルコンだけだから、そう、29のコンサートだけだから、それだけのための頭で頑張る。で、あ、これ言っていいのかな、いや言わない方がいいのか、あ、言わないんですけど、リリミューのミューラー超おすすめ、めっちゃ上がる、あ、間違えた日本語、でも待って、私ファンの方からリリミューのさんのビューラーいただいたんですよ、だからこのコンサートの時に、まあ松葉したけど、コンサートの時に使おうかなと思ってめっちゃ楽しみにしてます今。やった、今のあやはちゃんの聞いてもっと楽しみになった、ありがとう。なんか今回のコンサートのに携わってくださってる方で、すっごい昔に共演っていうか、別の、うわやべ、セーフ、よかった、ゲッツー、危な、そう、すごく昔にご一緒させていただいた方が今回のそのなんていうんですかね、今回もご一緒させていただける方が一人いらっしゃって、そう、めっちゃその人私のドタイプの女性でそう、だから頑張れますやべえ、単純な女すぎるんですけど、はい、なんかすごく好きなタイプの女性なんですよ、はい、だから頑張れる、ごめん、ホークス見てるこっそりじゃないよ、私見ようって言ったよ、ちゃんと、あ、ホークスやってんじゃん、ライブ配信見ようって言って、そう、そうそう、だからハルコンは大丈夫、エイトコンはエイトコンで活動休止だからっていうのがあるから頑張れる、うん、なんかだから全部頑張れる。643と463どっちが好きで、え、643です、やっぱ今みーさんが推しがキャッチする姿が好きなので、私はやっぱ最初のキャッチをね、推しにしてもらいたいっていう気持ちはありますね、だから643のゲッツーの方が好きです、はい、え、やば、マジかよ、つら、ツーアウトになってしまった。そう。やっぱみんな推しが活躍する姿を見たいじゃないですか。みんなもそうだと思うけど、ハルピョンが活躍してる姿を見たいじゃないですか。って考えたら、やっぱ推しがね、活躍するのは見たいから、私は643の方が好きです。
なんかこのティー絶妙なんですよね。あと10分、何が10分？今日いっぱい喋れるようになったから、ぜひいっぱい喋ってください。2人同世代だし。ナイス今見。ヤーミーさん髪切った？いいよやっぱさっぱりすっきりいいと思う。近藤さんのタイムリーで1点入ったんだ。からのギータ、いいねー。それで3点入ったんだ。よいよい、楽しい楽しい。もうこのあと2点取られてるんですけどね。あ、ホームランが入っちゃったのね。それはもう、それはもう相手がすごいとしか言えない。しかも2本もどっちもホームランでやられたのか。まあソロだっただけマシでしょ、2人とも。うん、そんなことでへこたれる人じゃないんで和田さん大丈夫。あ、すいません、ハイライトのハイライトしてました、ごめんなさい渋谷から帰ってきました。お和田司会、次のシングルも継続してほしい。え、わかる。なんかマジでお昼の配信でも言ったんですけど、なんか AKB48 メンバーなのに、なんかまあ選抜はさ、それこそさ、シングルのさ発売日とかその前後とかにいっぱい音楽番組とか出てたりとかして、なんかすごい楽しそうというか、なんかそうだなと思ってたんですけど、なんかこう選抜じゃないメンバーからすると、やっぱどうしてもなんかせっかくのシングルの AKB のシングルの発売だし、その中にさ私の声が入ってないとかだったらあれだけど、入ってるのに、成功到底とかもそうだったし、やらかそうとかもそうだったし、入ってるのになんかこうシングルの発売日に何もできないっていうのがすごくすごくもどかしさがすごいあって、だからなんか今回みたいにこうシングルの発売日にAKB48 として AKB48 のメンバーとしてしっかりこうねできたことがすごく嬉しかったなと思います。この後の記念杯、あ、なんかありますね。ちょっと野球見てるんだけど今お渡し会関東以外ね、そうなんだよね。てかもうちょっとさ事前に発表して関東以外でもやりましょうよって感じですよね、ほんとちょっと一応同時視聴的な感じでつけとこうかな一応ね、メンバーなんで、一応メンバーなんで、なんかそういうことは一応やっとこうかな。なんかあの発表とかなんですか？全然知らないたまりになってくっついて行こう、ぶつかり合ってみんなして踊れ、思いは一つ
願うことは同じだ、触れ合って感じればいい、僕たちの蜂の巣だ。何でやってるんだろう、 YouTube？ ショールーム？何で配信されるんですか今日のそれって。でしかも嬉しかったのがさ、なんかさ、そのこのメンバーが参加しましたみたいなあったじゃないですか、 YouTube とオンデマさん、そころのさ、そのツイートのさ、なんかスタッフさんのさ、あれのなんていうの、絵文字にさ、ウサギがいたのが嬉しかった。生パフォーマンス披露、あ、そんなのもあるんだ、へえ。まあでも8時には私終わります、配信。公式 YouTube チャンネル一応見とこう。なんか推しのなんかあるって、ハッシュタグどうし、発売日当日にツイッターでハッシュタグどうしても君が、どうしても君が好きだをつけて推しメンの好きなところをつぶやいていただくと、生配信中に皆さんのツイートが紹介されちゃうかも、どうしても好きな推しメンについてたくさんツイートしてください。だってみんなハルピョンの好きなところぜひ。ちなみにもしかしたら長野イベントはピョンズおじさんだらけの可能性あり。え、女子来ないの？いや嬉しいけど、ピョンズおじさんたちいっぱいも嬉しいけど。やっぱり女子バラ映えるよ、みんなバラ映えするよ。まあでもあれだもんね、平日だもんね。平日だもんね。長野、長野だよ、長野。新曲発売記念配信同時。え、めっちゃ気持ち悪い。見て漢字ばっかり。確かに平日でも告知早くて助かった。え、それな、告知早すぎると思った。確かに平日長野は厳しい。そうですよね。ハルピョンも今宮さんのことをつぶやきましょう。え、やばい、気まずい気まずい、無理。どうすんだよそれが放送されたら。やばい、無理だよ。推しが今日も頑張ってます。絶対メンバーのことしかやんないでしょね。インスタライブも今始まったっぽいね。めっちゃおもろい、見て、新曲発売記念配信特別視聴。あ、間違えた、新曲発売記念配信同時視聴。やば、8時からロガールの配信があります、最終回。え、じゃあきっと8時には終わるかな、この配信。だってさすがにやばくない？同じ日に同じ時間に一緒に配信してんのさ、ちょっと AKB それはちょっと視聴者分散させすぎでしょうって思うよね。それちょっと AKB 盛り上げ方間違えちゃってるよーってなっちゃう。絶妙。
この味絶妙。発売日だよ。 AKB48 選抜メンバー&カップリングセンター全員集合スペシャル。ハルピョンがお家にいるってことはどっちでもないってことです。あ、明日の予定来た。嬉しい。ちょっと明日1時間遅くなった。みんなよかった。明日ちょっと1時間遅くなりました。あ、でも次の日が1時間早くなった。いやー、明日めっちゃ少ない。眩しく見えて逃げ出したくなるよ。恋はいつでもある日突然心の中で鳴る警報器みたいに、目の前の愛しさに立ち止まることしかできないのか。踏切の向こうのね、時間過ぎた。まだかな。配信聞きながらお話し会の宣伝画像を作る。嬉しい、ありがとう。超おすすめの2部分のみ記載。全然もうおすすめ大事。ぴょんちゃんコメント打ってみて。嫌です、私の YouTube のアカウントがバレるんで。Google アカウントバレるんで嫌です。思った、この YouTube のコメントにゆきりんさんのポカポカの衣装がとっても可愛かったって書いてあるんですけど、思った、私もめっちゃ可愛いって思いました。私も可愛かったですよね、思いました。バレちゃ困るんですか。だってさ、普通に考えてさ、メールとか登録してるわけだからさ、よくないですよね、普通に考えて。そうですよね。あれ、そんなことないのかな。普通にメールとか登録してるんで。全然来ない。来ました、皆さん。オンデマさんの方で来てんのかな。あ、来た、ようやく来た。レミちゃんいるよ、そりゃ。だってあれじゃん、サーリアルのセンターだから。すごい、 AKB48 全員いるんだ。すごいね、カップリングセンターで全員。すごっ。そう考えたらめっちゃすごい。ある日突然心の中で鳴る警報器みたいに、しかできないのか踏切の雲。さよならじゃないのセンターは。
かエミちゃんエイトの曲のセンターみたいにいるけど違うんですよね、実は違う。まなかちゃん髪伸びたあれだからね、エクステだから。あやみん鼻声、こんばんは。ごめん同時視聴配信中に5月28の7部おすすめ。5月28の7部かな ?28 の7部と7月8日の3部で変わった僕の想いを通り過ぎる電車に、待ってもう一回言うね。もう一回いきます。5月28日の7部と7月8日の3部です。よろしくお願いします。7月9日の3部はもう売り切れてるごめん。遅れてるっぽいね到着。だからもうそこまでは5人の喋りってことですかね。私は出ないですよ、センターじゃないから。すごいめっちゃカンペ見れる皆さんどうしても君が好きだ、ハルピョンの好きなところどこですか？どうしても君が好きだっていうところ1個あげるとしたら。やえばキラーン。友達みたいにラフに話せるおもろ女、頑張り屋さん、顔やえば声、顔、おい顔しかないやん、ほぼ全力パフォーマンス、ほくろ。ハルピョンの好きなところ、え、言えないよ、ないんかい。顔、アイドル全開なパフォ、おめめ、喋り方、服
Y じゃなくて A やん。おい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 、ちょっと待て。今 YouTube のコメントに、元 AKB48 チーム8の皆さんに重大発表、待ってもらっていいですか。待ってもらっていいですか。まだ元じゃないんですけど、まだ元じゃないんですけど、あと4日あるんですけど、はい、かわいそう、あやみかわいそう。乗りつける電車にかき消されたって君に、あれたら伝えよう、好きになるってその衝動は、何億分の1くらいの奇跡なんだ、通り過ぎる、ふふ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 、君に会えたら伝えよう。へえ、マジで綺麗、ありがとう、すっぴん。オリコンデイリーランキング1位、マジ？本当？そうなんですか？そうなの？どっかで発表された？マツパした、今日マツパした。今何見てますか？何でしたっけ？なんかここに書いてあります。新曲発売記念配信同時視聴です。噛みそう、噛んでください、いっぱいガブガブしてください。え、いいな、私も写真出してほしいけど出されなさそう。かき消されたって君に会うほど信じてる、どうしても君が好きだ、なんか18期の子たちってさ、え、18期の子ってもうファンの皆さんの前に立ったことあるんだ、今日で2回目だったんだって。そうなの？1回あるんだ、何であるんだ、小ひなちゃん。前座ったん。ああ、前座ね。前座か。なるほどね。じゃあ、まだ前座には出てない子たちはさ、今日が初めてファンの皆さんの目の前に立ちましたって人もいるってことですよね。
すごっ、初ファンの皆さんの目の前があれなんだお渡し会めっちゃおもろい。めっちゃ緊張してそう。そりゃそうだよね。あと15分ぐらいで配信終わるんですけど、私なんかこの配信全然終わらなさそうなんで、もういいです18期どころか17期も覚えられません。大丈夫、17期はね、とりあえずね、まずみずみんを覚えてください。はい、みずみんを覚えてくれれば橋本春奈ミッションクリアなので、とりあえずみずみんを覚えてください。てか18期の子たちのこう私服もなかなか見ることってないじゃないですか。だからいいですよね。18期メンバーで2人くらいお渡し会に出てないメンバーいたらしい。あの全員なんか全員じゃなかったっぽいですよね。なんかそれこそ多分まあ学校がある子とかもいるだろうし、そういう平日だったからね、そういうのも多分考慮した上で、そうそうそう、今回みずみんはここで覚えましたそういう人いそう、いっぱい。工藤かすみちゃんってなんかすごいあれっぽい顔、顔大人っぽい、めっちゃ。てかなんかレミちゃんだけめっちゃ合成に見えるの、気のせい、この写真ね、めっちゃ大人っぽい。テレテテレテレテ、え、レミたんもそう、名刺を確かやってたんだ。レミちゃんが初期の頃って言ってんの、やばい、めっちゃ初期の頃って言ってんの、やばい。なんかこのまなかちゃんめっちゃマリアに見える、この写真のまなかちゃん、今写真のまなかちゃん、ヤギちゃん顔ちっちゃいね、あずきちゃん、ヤギあずきちゃん、ハルピョン17期と18期教え、え、私も18期全然まだ分かんなくてまだ小ひなちゃんと久保ちゃんとさこちゃん、成田小ひなちゃんと久保ひなのちゃんとさこゆめみちゃん、あと山口ゆいちゃん、ゆいちちゃん、山口ゆいちゃんかなそう、まだマジわかんない、ほんと全然まだ全然わかんないです。そう、さこさん、さこちゃんはおでこ出してた子、すごいソンみたいな顔立ちの子です。キアラさんの妹さんは17期そうそうそう、むずいですよね、一気に10人も入ってくると。
マジだからエイトはさ一気に47人入ってきたのやばいですよね。マジ鬼鬼畜すぎる47人一気に入ってきたのマジやばい。マジ申し訳ない。ゆいちゃんダンス10年やってですよね。マジであの子マジダンス上手すぎて、なんかほんとやばい、めっちゃ上手い。なんかそのやばい本当に、なんか腰の動かし方とかなんかリズムの取り方とかがめっちゃ上手くて、マジ普通にマジで上手い。だってダンス10年ってことは私よりやってるじゃないですかだから私ダンススキル山口ちゃんに負けてても私よりダンスやってるんでって顔しとこ。そうです、私よりダンスやってるんで、私ダンススキル負けててもはい私よりダンスやってるんでその子の方がって顔しとこそうでもめっちゃうまい。選抜メンバーまだ渋谷出発してない。よし配信終わろう、配信終わろう、よし配信終わります。まだまだかかるっぽいんで配信終わりますもうすいません、まだ渋谷らしいです、ごめんなさい。ちょっと私も明日早いんで、まあ、1時間遅くなったとはいえ明日早いんで配信終わりたいと思いますいつそういつかかるか分かんないし、まだ出発してない、今から今出発しましたとかじゃないからさ、まだまだ出ないかもしれないし、なので終わりますということで、皆さんありがとうございました、最後にランキングを読んで終わりにしたいと思いますなんかさこれ大阪とかさすごいなんか関西メンバーが集められた感じとかしたんですけど、ずんちゃんとかさえりこちゃんとか、でもさなんかさエイトはセリちゃんとか大阪福岡吉田カレンとか呼んでよと思った、うん、札幌だからさこうなぎちゃんとかみずみんとかそうだよねと思ったけど、大阪セリちゃん呼んでよって思いました。まあ私は出ないんですけど、ランキング読みますランキング読みます、いきます。1位サプライズレバーさんありがとうございます。2位ネバーストパッド謎のピョンズ連番軍団いかがでした、最高でした、ありがとうございます。3位 D さんアットお渡し会楽しすぎました、最後までありがとう、こちらこそ最後までありがとうございました。4位階段でこけずに無事帰宅さんよかったよかった、30日まで本当元気に、まあ30日過ぎても元気でいてほしいんですけど、もう よりね30日まではマジでより気をつけていただいてよろしくお願いします。5位ともゆきさんありがとうございます。6位、ゆきちゃさんありがとうございます。7位、ちょっと待って7位マックミックさんありがとうございます。8位ゆういちさんありがとうございます。9位かずさんありがとうございます。10位まさんありがとうございます。11位こにたんいみずさんありがとうございます。12位らかえるさんありがとうございます。13位、第0621さんありがとうございます。そして本日ラッキーターン88位はゆうさんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。またあの今日新宿じゃないや、何でしたっけ、新曲発売日なので皆さんぜひあのゲットしたね、お渡し会でハロピョンからゲットした CD でぜひたくさんこの新曲を本当にたくさんたくさん聴いて、あの
いただけるととっても嬉しいなと思います。そして特にさよならじゃないマジでいい曲なんでいっぱいリピートしてください。よろしくお願いします。私もまたね、次のシングルでもねまたこうお渡し会とかができたらなと思うので、また今回の今日のレポとかお渡し会あってよかった、発売日に推しと会えてよかったとか、ぜひハッシュタグどうしても君が好きだをつけてつぶやいたらきっと運営の方々のね目には止まると思うので、そしてまた発売日にみんなと会えたら嬉しいなって思っているので、ぜひよろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6102人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春奈でした。ありがとうございました。今日も一日、また明日頑張ります。明日も何でしたっけ、リハリハ頑張ります。ありがとう、またね、バイバイ。